バーニー、出てこい。いい加減にしろ。逃げられんぞ。エイデン、詫びりゃ頭を打ってやる。それとも転化するまで苦しむか。どうする。死ぬのはお前だ、バーニー。殺さずに止めるだけのはずでしょう。武器をよこしてこっちに渡しなさい。ソフィー、分かった。助けてもらっといてこれか。裏切りには死を。アイトールの手先だったなんてね。手先じゃない、自分のためにやってる。この戦いに中立なんてない。私たちは生きるために戦ってる。水なしじゃバザールは一月も持たない。なのに PK は何もしない。母の時のように私たちが死ぬのを見てるだけ。連中の一味ならバザールのことなんて考えてないんでしょ。あなたを生かしておく理由なんてある。ソフィー、撃て、早く。俺たちは助け合える。誰がルーカスを殺した。俺たちだと思ってる。ソフィー、教えてくれ。あんたがやったのか。まさか。ソフィー、ダメだ。なぜ犯人を気にするの。アイトールは何か約束を。あんたじゃないなら誰が殺した。さあ、私の仲間じゃないことは確か。犯人が分かったら教えてくれ。ぜひハグしたい。ルーカスは死んで当然。遅すぎたくらいだ。あんなやつ殺すまでもない。 PK ごと追い出す計画があるもの。アイトールはセンターへ通すと約束した。だから協力を。信じたの、あいつの言うことを。俺を殺そうとはしてない。向こうは裏切られてないしね。こういうのはどう。水の確保を手伝うなら私がセントラルループに連れてく。まず俺は裏切ってなんかない。事件の調査に協力してるだけだ。でその話だが、 PK が管理する唯一の道のことか。別の方法がある。もう一度信用するとでも思うか。お互い様よ。こっちは PK に協力してるって仮説を立てただけ。この状況じゃ慎重にならざるを得ない。あんたは俺を殺そうとした。仲間にかけて、バーディ、スージー、ローガン、ラルフ、ヘルマンにも必ずセンターに案内する。やってくれる。やるよ。作戦は。ジャックとジョーが逃げた。ついに給水塔を取り戻すチャンスが来たのよ。アイトールより先にな。PK に対処できたらすぐセントラルループに行かせてあげる。まずは水の確保が先。塔はどう上がる。ウィンチがいるけど、ジョーの部下に封鎖された。だからあなたに頼んでるの。登れってことか。うまくいけば大勢が救われる。恩は必ず返す。
盗賊連中は給水塔にいない。逃げたようだ。ソフィーは水を取り戻すのを手伝えば、セントラルループへの別ルートを教えるって。いいぞ。あの女はここ育ちで、町のことはタクシー運転手より知り尽くしてる。ジョーには気をつけろよ、エイデン。バカだけど危険なやつだ。あっさり逃げるとは思えん。思ったより高いな。ジャックとジョーが塔にいる。吹っ飛ばす気だ。なんてこと。そんなことしたら水の供給源が。エイデン、お願い。塔には爆弾が仕掛けられてる。解除して。
よし、これで水は守れた。できるだろう。殺されるに決まってる。マザールのクソか PK かは知らねえが、降りた瞬間に襲われて俺たちはおしまいだ。クソ、俺たちの負けだ。ああ、全員とは戦えない。だから花火をかましてやんだよ。誰も生きて返さねえ。ジョー、俺は死にたくないんだよ。おい、誰だ。止まれ。こっちに来たら塔を吹っ飛ばすぞ。やってみろ。できないだろうが。ジャック、奴の話を聞くな。もう終わりだ。全部ぶっ飛ばせ。もうわからない。怖い。待て、ジョー。こいつ最近バザールに現れたっていうルローニンじゃかもな。でこいつがルローニンだったら何だってんだい。わからねえか。ルローニンなら町の外に逃がしてくれるかもしれない。安全な場所にな。信用できねえな。お前は誰も信用しないだろ。チャンスがあるうちにバーニーと仲良くしろって言ったのに。たまには言うこと聞けよ。バーニーと仲良く？何のためだ。
奴をバザールから追い出すためだ。 PK の情報を元にな。奴には警告と逃げるチャンスをやったんだがな、うまくやれるとでも思ったんだろうよ。バーニーに警告？何を？まあルーカスに武器使用その他の容疑でしょっぴかれるぞってさ、ずっと罠を張ってた。おとなしく逃げときゃいいものを、小賢しく立ち回ろうとするからだ。バーニーは狙われてるのを知ってたのか？あのバカはオールドビルドで戦争する気だった。戦争なんて一番役に立たない。金とクリスタルは別だがな。だからあの狂犬と姉貴を始末しようとしたんだよ。でルローニーよ、本当に俺たちを町から逃がせるのか？落ち着けジョー。落ち着いていられるかよ。町から逃がしてくれ。一番近くて安全なところに、誰も死ななくて済む。町からは出してやれる。だがその前に用事がある。どっかに隠れて待ってろ。奴らに見つからねえよな。運が良ければな。ジャック嘘だぞ。他に手はねえ。くそ、気に入らねえな。だがいいだろう。タンゴモーテルの近くのトンネルで待つ。そこに着いたら合図を送る。いい選択だ。さあ起爆装置を渡せジャック。さてここはどうするか。誰に水を任せる？
ホーコン。エイデン、どこにいる？ジャックとジョーはバーニーにルーカスの狙いを警告してた。罠と知りつつバーニーは飛び込み、その時ルーカスが殺された。バーニーのアジトの単語モーテルを調べよう。安全を確かめとく。気をつけろよ、いいな。俺の祖父は旧市街の南にあるサイド。エリスングリの何が欲しい？本気だな。もっと持ってきてくれ。いいと思う。あんた最高だ。いつでも歓迎するよ。外で感染者が出すひどい音のせいで眠れないことがある。
まるで豚小屋だな。証拠にならない。ルーカスから剥いだタトゥーがあった。あのイカレ野郎。何？な、吐きそうだ。行け、アイトールに伝え。なぜ姉貴の持ち物を調べてる？ルーローニンがここの家政婦やってたとはな。お前がやったんだな。何のことだ。違う。ルーカスの一部を記念に残してるのか。うるせえ。いい推理だが俺のじゃねえ。もうい、殺してやる、殺してやる。バカなる浪人を逃がすかって。待って、一体どういうことなの？正気？いや、奴にはめられた。このる浪人がはめやがった。この子は何を言ってるの？証拠を見つけた。あんたの持ち物の中にな。証拠？何の証拠？ルーカスの腕から切り取ったタトゥー。剥いだのは殺した後か、それとも前か。本気で言ってるの？私はやってない。あんたじゃなくてもイカれた弟が。バーニーはサイコじゃない。私たちはルーカスの死とは無関係よ。アイトールのとこ行く。証拠を欲しがってる。私たちじゃない。バザールみんなの信頼を失ってもいいの？なら、なんで切り取った皮膚がここにある？誰かが濡れ衣を着せようとしたって可能性は。誰が？何のために？真犯人から目をそらすためよ。ルーカスが殺されて一番得をしたのは誰？一番得したやつ？あなたが簡単に忍び込めたんだから、その前に誰かが証拠を置いていくこともできた。それでもいい。続きはアイトールとやってくれ。待って、お願い。アイトールは真実になんか興味ない。真犯人だってどうでもいいのよ。あいつはバザールを攻撃する理由が欲しいだけ。その戦争に俺は関係ない。そうね。でもその手は血で汚れる。無実の人々の血で。これは罠よ。頭が切れる誰かのね。私たちはルーカスの皮を剥ぐほど残酷じゃない。知ってるでしょ。PK を排除したがってることは知ってる。ええ、もちろん排除してやる。でも私たち、サイコや暗殺者じゃない。エイデン、信じて、お願い。これは罠よ。セントラルループに行く手助けをする。約束する。方法は？この土地で最も大きな問題を排除する。PK よ。危険そうだな。私たち、長い間計画を練ってきたの。準備ができたら全部教える。無線を離さないで。変化を起こす時が来たのよ。生きてるってことが重要なのに。本質の準備はいいか。まだだ。まだたったよ。そんなの無茶だ、ソフィー。武器も人員もピースキーパーの方が上だ。大軍で押し寄せてくるぞ。アイトールの方が人員は多いかもだが、こっちはホームだ。ホームだと？バカ言うな。認めない。私が率いてるうちはピースキーパーとは交戦しない。あなたはもうバザールのリーダーじゃない。何？リーダーじゃないの、今までもずっと。あなたのせいで人々を失った。クリスタルも、あなた自身も死にかけた。母が望んだのは自由なバザールよ。ピースキーパーの奴隷じゃない。私はここの秩序を取り戻したいの。協力しないなら出て行って。
ロジャー、ハンフリー、逮捕しろ。何をしている。こいつらはバザールを裏切る気だぞ、ロジャー。もうあなたに力はないのよ。母親のようになりたいか。その手が血で汚れるぞ、ソフィー。多くの血で。カールは正しい。まともに戦っても勝ち目はない。ソフィー、お前だから。まず連中の力を弱めるのよ。何する気だ。奴らの主要な電源を断つの。 UV ライトがなければアイトールは基地を守れない。地下鉄のトンネルを追われて武器庫から切り離される。それでどうしてセントラルループへ行ける。力が弱まればアイトールは援軍を求めて撤退する。そうしたらセントラルループに行ける。それには風車を爆破しないと。迅速にね。アイトールが私たちの計画を嗅ぎつける前に。バニー、仲間を集めて準備して。ロジャーとハンフリーは武器庫に行って戦える人間に武器を配るの。エイデンはアルベルトとヴィンセンツォのところへ計画を説明してくれる。分かった。コミュニティと自由のために力を合わせれば。